はい、どうもこんにちは。もともと TV の元デイです。ということで、この前ですね、ロフトに、クルトガアドバンスの 0.3 が発売されたんでね、まあ、ロフトに買いに行こうとして行ったんですけども、僕は、0.5、この2つの色持ってるんですけども、0.3 はね、黒を買おうかなって思ってたんですけども、なんとね、紫とピンクしかなくて、この色しかないんですかって店員さんに聞いたら、今はこの色しかないですねってね、言われたんで、もうさすがに紫とピンクはやめとこうと思って帰ろうとしたんですけども、なんとその横にね、結構レアな、僕全然知らなかったんですけども、結構ねレアなものがあったんで、そちらを買ってきました。今回はまったりね、それまあ購入品紹介という感じでやっていきます。こちらなんと今回買ったのがこちら、まあ、発売されてたの知ってる人も多いと思うんですけども、グラフセンリミテッドの海外仕様のものですね。日本バージョンのね、グラフセンリミテッドはこんな感じ。違いと言ったらやっぱりこれですよね。このグリップのこう中の色が黒、こっちが銀って感じで、このペン先のね、この口金の部分も黒と銀で結構変わってきますね。あとここのクリップも黒とシルバー、まあ、そこに違いがあるかなと思います。今回は買った色がレッドとイエローですね。まあ緑とかもね、結構いい色してたんですけども、これでね、こっちの方で緑持ってるんで、まあ、今回はね、持ってない色の黄色と赤を買ってみました。まあ、今回代表して赤で見ていくんですけども、こんな感じでかっこいいですね。めちゃくちゃグリップもなかなか滑らない感じでいいかなと思います。でこのマットな感じのブラックがすごいかっこよくていいなと思います。色のね、組み合わせでは白水色と赤黒とかがねすごい好きなんで、この赤黒はかっこいいですね。続いてこっちの黄色イエローですね。ちょっとね、光沢感のある感じの黄色なんですけども、まあ若干ねロゴは見えにくいっていうのはあります。でもまあこれはおしゃれでいいかなと思います。まあこれかっこいいですね。まあ、黄色と黒の組み合わせも結構いい感じですね。はい、今ついてたシールをね、剥がしたんですけども、こんな感じでね、まあすごいね、綺麗に剥がすことはできました。まあ普通のね、グラフセン CS とかと掛け味は一緒だと思うんですけども、まあね、せっかく買ったんでね、まあ文字書いていこうかなと思います。はい、ということで今回書く文字は、まあ2個書くんですけども、こちら、マッスルポテトと、こちら循環型社会形成推進基本法ということで書いていきます。まず赤で書いていきます。すごいね、まあ、軽くてサササって書くのにやっぱ向いてますね。これは続いて黄色で書きます。はい、ということでこんな感じで書いたんですけども、すごいね、こう滑らかにサササササって、まあこれはね、まあ速記用とかに向いてるかなって思います。はい、ということで、まあ今回はグラフセンリミテッドの海外仕様、まあ海外モデルのやつをロフトで買ったということだったんですけども、あんま詳しいことは知らないんですけども、ロフトがまあ先行販売ということで、ロフトのネットストアと普通の店舗、店頭にこちらの5色ぐらい色があると思うんで、気になった方はね、ぜひロフトの方に足を運んでみてください。僕はね、この赤が一番おすすめかなと思います。ぜひね、店頭とか行ってみて自分の好きな色ね、探してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。